皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。とあるそういう2ちゃんのスレを読む系チャンネルがあるんですけど、はい、そこのトップ10ぐらいに、うん、人気ランキングトップ10ぐらいに入ってたやつを、俺らもやろうかなと思って、いや結構人気な、姉がトイレから消えたという、スレ大聞いたことない、あんま聞いたことなかったっすよね。楽しそう、じゃあ、 これスレッド形式なんで、まあ、1と受け答えとみたいな、あ、なるほど、会話みたいな感じで進んでいくってことね。はい、読んできます、長いですか？何ページもあるんですか？いや、ね、3ページぐらいにまとまってます。ああ、でもそうなんだ。でも3ページ分もないかなっていう感じですね、このまとめサイトだと、そんなめちゃくちゃ長いわけではないです。オッケーオッケー、はい、いきます、まず、ちょっと待って、わけがわからないという主人公からの、1からの書き込みが、シャレッコアのスレッドに書き込まれてるとこと、はい、あ、了解了解。あ、これシャレコア2ちゃんどれなんだろう。シャレコアだと思うんですけど、シャレコアシリーズなんで、OKOK、はい、ちょっと待って、わけが分からない。まあまあ、もうスレタイが出てるんで、姉が消えたと、トイレで消えたっていうの、スレ住民が飲まれたかとか、普通に考えて流されたんだろう、珍しいことじゃないとか、ちょっとボケたりしてなるほどね、はい。それに対して、まるで普通じゃない。待って、ちょっと状況書くわと。いきます。自分と姉、埼玉で2人暮らし。自分は学生だけど、今は夏休み。姉はバイトやったり趣味したりしてる。今日はバイト休みで家にいた。晩飯の当番が自分なので作ってた。かっこ4時半くらいから。夕方ですね。4時半くらいから。その途中、姉が腹痛えとか言いながらトイレに行くのを目撃してる。晩飯出来上がっても出てこない。これが過去5時ぐらい、ドアをノックするも無反応。トイレの中暑いし、熱中症でも起こしてるんかと思ってみたら中無人、風呂場も見たが誰もいない、家中探したが誰もいない。靴は自分のも姉のも揃ってたし、ダイニングの隅に玄関があるので外に出たら絶対に気づく。窓は立て付けが究極に悪くて、開けると異音がしないわけがないので気づかないわけがないと、はい、これすいません、2012年7月31日ですね、書き込まれてるのは、スレ住民がいつから姉がいると錯覚してたとか、なんかそんなコナンであったよなとか、はい、いろいろ言ってるんですけど、待てよ、トイレに人流れたら絶対詰まるだろう、常識的に考えてそれはないと、トイレの蓋は上がってた、座る音がしたから、そこまでは姉も存在してたんだと思う。でも紙は使ってなかった、っていうか使用形跡は蓋以外なかったと、またそれ住民が、多分今時空のおっさんのとこ行ってるよと、しばらくすれば戻ってくる、追いかけろ、トイレにこもってりゃワープできるはずとか、ベランダ見てみろとか、よし埼玉県民の俺が見つけてやろう、とか、あと携帯に電話してみればいいじゃんと、はい、それに対して、もう鳴らしたけど部屋でブーンとか鳴っただけだった、携帯持たずに寝巻きで裸足で外に出るとかありえん、と、トイレの天井に張り付いてないとか、屋根に登ってるぞ、とか、マジレスすると神隠し、もし姉が戻ってきても相手にするなよ、それは姉の姿を借りた神隠しだからな、とか、ちょっといろいろ脅してみたりとか、トイレだけにってこと、トイレだけに 神隠しってこと、あ、そっち、あ、そういうことか、トイレの、トイレの神ってことですか、トイレットペーパーの神隠しっていう今日もご機嫌ですね。今日もご機嫌ですね、木村さん。この謎は月曜日に解けると思います。次行こう。はい。で、まあみんな姉の存在を結構疑うんですよ。
その本当にいたのかみたいな、だから姉の生活必需品をアップしてみろと、もちろん ID 付きで、と、姉は存在するわ、昔からいたわ、親も覚えてるわと、でお前らパンツが見たいだけなんだろうみたいな、でまずどんな姉だよ、特徴を教えろ、捜索してやるとか、まあでも結構神隠し派みたいなのが、スレ内で増えてくるんですよ、でまあここで一旦ちょっとね途切れるんですよ、1の書き込みが、で、ごめん親に電話してたわ、そしたら親からふざけんなよく見ろって言われたから、もう一回家の中見てくると、なんかね親もあんまり信用してないというか、そうだよ、突然ね何言ってんだって話で、でお前んちどんだけ広いアパートなんだよみたいなことも言われつつ、で、間取りとしては部屋2つにダイニングに風呂、トイレと玄関と、っていう感じ、でまあこっから犯罪の匂いがするとか、まあスレ住民がいつもの通りちょっと脅してくるというか、これは親もグルだなとか、で、そんな中1がとりあえず家の中いないっぽい、押し入れ毛布の下もまくってみたけどいない、外見てくる、でここで一旦外に出ます、あとはまあ全部部屋の中撮ってみろとか、スレ住民が、写真を撮れてもそう、アップしろって、疑ってる人もいるってことですよね、あとお前が殺したんじゃねえのみたいな、実は一が姉をみたいな、それでスレ立ててるとか想像したら怖いとか、リスクしかないですもんね、でそんな中一が帰ってきます、外見てくるっつったろ、って言って、それの時についてたレスに、自転車でとりあえず同じ区だけ見てきた、親にもっかい電話したらこっち来るってって言って、二人暮らしなんでね、親は離れてるので親は来ると、で姉はいたのかって言ったら見当たんなかったと、寝巻きで裸足でどこも行かんだろうと思ったから店とかは見てない、ちゃんと天井に張り付いてないか確認したかとか、寝巻きで裸足とか家の中しかないよな、神隠しかとか、そんな中また1が、親来たからもう一回室内見て、そっから外出てくると、外出てくると、こっからね1がね結構書き込みがなく、まあ2時間3時間ぐらい、2時間以上、書き込みがなくなります、まあ探してますもんね、親と一緒に、そうなんですよ、で捜索した、捜索してまさか1も失踪したかみたいな、なるほど、ミイラ取りがミイラになったかとか、2時間以上経ったし釣りでしたとかもないし、なんかオチ欲しいねって言ってる時にちょうど1が帰宅しました。親と探したけど見つからなかった、なので警察に行って防災放送を流してもらった、何々さんみたいな町内放送みたいな呼びかけですね、親と話して自分は家で待機、親と警察は捜索の流れになりました、やっと帰宅か、見つかるといいなとか、いろいろ、姉は精神病なのかと質問が来ます、情報が少ないですもんね、なんか放浪癖とかは全然なかった、病気も最近重いものを持って以来腰が痛いくらいだったし、どんな近くの公衆便所は見たかとか、みんなで探してやるから、その町内の写真とか部屋の中とか写真晒せとか、あと姉の顔とか晒せとか言われてます、で最新が顔の補正されまくったプリクラしかないと、そして、というかちょっともう一回出てくると1が書き込んでまた出ていきます、でもこっから、5時ぐらいに書き込んでるんですけど、もうこの書き込みがだいたい9時過ぎぐらいなんですよ、もう一回出てくるっていうのが、で、スレ住人がまだやってたのかと、ツイッターとかで逃げた動物が見つかったってよく聞くけどさ、それで姉ちゃん探せないのとか、
トイレの音聞かれるのが嫌だから公衆トイレとか行ったんじゃないのとか、うん、察しろよみたいな書き込みが続きます、うんうん、あでもね玄関から出たら気づくって言ってましたもんね、うん、音も鳴るしなんか本当は入ってなくてただバタンって閉めてああなんかサプライズみたいな、うん、なんだか分からんけど蓋開ける音は聞いてるっすもんねで座る音か蓋開けて座る音まで聞いてますもんね、うんうん、そっか、うん、その後音鳴らないように出てってみたいな出てってうんこっそりこっそりでベランダの方とかでね、うん、出てるサプライズみたいなありえるかもしれないですねでも騒ぎになってやりすぎたなって出てくるか、うん、その警察も出てきてますし、うん、そうだよね、うん、ちょっともうちょっとと話をする前に23時の書き込み1が、うん、ただいまと一言、うんうん、そっから、続いて23時15分ですね、うん、もうこっから真相なんですけど、うん、ちょっと最初結論から書くと見つかったと、うん、もう、はい、なんか痛いでとかどうなんだろう ね、 ね怖いですよ ね、 怖いよね、もうねこの次がもう真相なので、うん、あんまり時間が経ってないので、うん、ちょっと膨らましていこうかなとお二人の意見をここまでね、うん、あなるほど、うん、でも割となんか計画性がちょっとあるのかなと思うんだよねあ例えば玄関に靴があるでしょ、うん、でも別の靴がもうすでにどっかに用意してあってあ、はいはいはい、外とかにね外とかに、うんうんまあ、ベランダとか外に通じる、うんうんうん、どこかに窓そうそう、うん、でなんか出てったとか、うん、まあ寝巻きだったとしても、まあ、靴があればなんとかなるかなって、うんうんまあ、確かにね、うん、そんな、まあ、こっちの方田舎なんであれですけど、うん寝巻きで歩いて歩いてる人いますもんね、たまにね、まあ、いますよね、うん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 、なんなら今日俺ここスタジオ来る時の道中、うん、あの T シャツしか着てないおっさんが道路横断してましたよえ下は何も何もないえ怖っめっちゃ怖かったっすよなんかそれは怖いわココイチの辺へ、怖っと思う怖いなんか姉あどうぞまあ、僕知ってるんでこれ読んだので、うんうんうん、あれなんですけど、うん、ヒトコアではないんですよねこれうーんオカルトなんですよね思いっきしそうなんだなんかヒトコアっぽい感じするじゃないですかするその姉が自分でみたいな、うんうんうん、だからまあまあこの後どうなったじゃないですけど、うん、なかなか難しいと思うんですよねこれ当てるのが、はい、だからまあ広げ用もねなかなかないんですけど、なんか姉の意思がないと、うんうん、まあリアルに考えてだよ、ね、うん、だったら姉の意思がないと成立しないかなと思って、うん、ね、なんかその人怖だったら、俺もうちょっとこういうことしてたとか、姉のがその消える前に、うん、なんかこういう会話をしたとかも書き込みそうな、うん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 。気がするんすよね。なんでこれが人気なのかが、うん、わかんないぐらい、うん、え、そんな感じなのみたいな不思議っていうか、ちょっとじゃあ考えを切り替えて、うん、そっちに寄せていくわ、うん、なんか最近の話とかだと、うん、存在が消えて、まあ、師匠シリーズやってるじゃないですか、うん、その人が消えると、うん、その消えた人のこともみんなの脳から消えてくみたいな、うん、ああはいはいありましたねであったじゃないですか、うん、みたいな感じで、うん、今消えてる最中というか、うんうん、最初からいなかったお家になるみたいな、うん、ああなるほどね記憶が徐々にこうなんか、うん、リセットされてくみたいな徐々に消えてきてる最中みたいな、うん、消えてきてる最中一の一もそうだし親もそうだしみたいな、うん、で警察行っちゃってますからね今気づいたけど、うん、あれはもっと前に死んでましたみたいな、うん、うわー怖い、うんうん、みたいなのとか、なるほどね、もしくはなんかそのパジャマで裸足の部屋着でいる感じがもう生き量というか、うんうん、その時は存在してなくても、う
トイレ行ってくるねの時のあれはもういなくて、うんうんうん、別のところで何かしてるというか、おう見つかった。だから、まあ、もっと前に家出して首つって亡くなってるとか、はい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 、とかなんかの幽霊を見てたというか、うんうん、で見つかりましたみたいな、うん、死体が見つかっていましたみたいな、うん、結構なんかそれってなんかある程度ストーリーがあるというか、うんうん、なんかさっきの友の言い方と結構突拍子もない感じかなと思って。おーすごい、うんうん、例えばそのアパートの水道タンクの中から見つかったとかさ、あ、うんうんうん、なんかそういうさ結構突拍子もない何それみたいな、うん、そんな。ちなみに、うん、姉生きてます。あーそうなんだ、うん、これ ヒントというか、まあ、情報を出すと、あと、まあ、これ全然関係ないですけど、うん、この書き込んでる位置女です。妹。ああ、うんうん、はい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 、うん、でも多分姉はなんか気づいたらそこにいたみたいなことを口走ってるみたいな。自分もなんでそこに行ったか分かんなくて、分かんないけど、うん、気づいたらここにいたみたいな。うん、なんかトイレに座った瞬間屋上とかさ、うんうん、別のところにいたみたいな、みたいな、なんかそんな感じだと思うんだよな。あでもなんかすげえっす。その全正解とかじゃないですけど、うん、そうオカルト的に考えてくと多分そういうそういう感じになってくる気がする、うんうんうん。しかもこの前のそのケイスケが言った四隅、うんうん、四隅師匠シリーズ の、はいはい、人が消え、もともと人が増えるんじゃなくて、うんうん、人が消えるみたいな、うん、もう含め、もう含め、含めっていうか、だって警察にさ、うん、それを依頼してるってことはさ、やっぱり何かの実在してるっていう証拠はあると思うじゃん。あ、そうそうそう、実在はしてます。姉も見つかってますし、うん、生きてます。うん、うんうん、そう。ほんでだってそれでもし見つかったんだったら、うん、姉に話が聞けるわけじゃん。なんでトイレに入ったのにどこ行ってたんだっていう話を姉は体験してるわけだから、うん、姉に聞けば解決する話じゃない。それが今から出てくるところですよね、うん、今から言うところ。そうだよ ね、だから姉がどこ行ってたんだろうっていうのを、うん、なんとなく妄想じゃないですけど、うん、推理してる状態ですよね。そう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 、うん、もうこの後どうなったじゃないですけど、うん、ね、うんうんうん、まあ、でもだから私も分かんないんだけどトイレ入って、うん、そんな感じになりそうなんだよね、うんうん、なんかね近いす、まあ、まあ完璧な正解で出すのは多分難しいと思うんですけど、うん、考え方はもうマジそれです。本当に、うんうん、そろそろ行きますね。そうですね、うんうんうん、じゃあ読みます、はい、結論から書くと見つかった、うん、何度も探した公園のベンチで見つかった、うんうん、やっぱり寝巻きで、裸足そしてすっぴんだった。おう、なんか姉曰く、うん、探してるみんなをずっと見てたわ手間顔で言われた、うん、え、どういうこと、うんうん、もうちょっと詳細くれないと、ね、ワープってことでいいのと、うん、じゃあ詳細ですと、うん、トイレに入った後、まあ、踏ん張ろうとしていた、うん、そして気がついたら部屋にいて、うん、妹かっこの1ですね、うん、がいると、あ、妹がいるのに、うん、妹は自分が見えていないらしくて、うん、どっかに行ってしまった、うん、だからついていって、うん、しばらくくっついて回ってたが、うん、誰も気づいてくれないと、うん、だからしょうがなく公園にいた、うん、ぼーっとしてたら母親が見つけてくれた、うん、らしい、うん、で遅いから帰れって言われて俺は一人で帰って、あ、妹は一人で帰ってきたと。自分は、うんうん、ちょっと誰に言われたの、母親に、
ちょっと部屋の中で待ってろって言われたじゃん。うん。どういうこと、どういうこと。だからその公園で見つけたから公園で話してたんだけど、ああ母親と姉、母親と姉と、あ、一回部屋から出たんだったっけ。出ました出ました。で帰ってきてただいまみたいな、待ってろって言われたみたいな。うん、23時にただいまって帰ってきて、うん、で見つかった、結論から書くと見つかったっていう。まあ一人で帰れと言われたと、うん、で本人は今家にいないと、うん、でもう、まあ、自分的にはいたら絶対に気づく、うん、気づかないわけがないっていう感じなんですけど、うん、まあスレ住人たちは見つかってよかったねと、お姉ちゃんは幽体離脱したのかとか、うんうん、まあでも姉いわくずっといたと、一緒に、うん、その公園まで、うん、でも親含め誰もそんなのには気づかなかった、うん、確かにいなかったはずなんだよ、でも実際にどんなルートで探したとかどんなこと言ってたとか知ってるんだと、自分が、その姉が、そう、姉が自分が何を言ったかとか、うん、どういうルートで探してたとか、うん、お姉さんは知ってるんですって、うん、ついてきてたかなってことですよね。で、ご迷惑かけましたって親とかに頭下げてた、うん、マジトイレが異次元に通じてたのかなと、うんうん、で、今姉はどこ行ってるのと、だから多分警察とかかな、いろいろ聞くとか言ってたし、うん、見つかった後少し話したくらいで親にお前は帰れって言われて帰ってきちゃった、うんうん、でなんかよくわからんなみたいな、スレ住人、うんうん、正直自分もよくわからないんだけど、姉の話を信じるならずっとそばにはいたらしい、うん、でもそんなの気づかなかった、うん、じゃあ日付も変わったし寝ます、うん、わけわかんないけど戻ってきてくれてよかったと、うん、終わりです。そうなんだ、はあ、だからまあ姉はずっといたんすよ、なのに気づいてもらえてなかった、うん、なんか透明化するというか、うん、うん、じゃあ例えば、このスレッドに書き込んでる時も多分隣で見てるわけですよね。あ、まあまあ探し行った、そうだね、うん、探し行くまではだってトイレで踏ん張ってパッて気づいたら部屋にいて、ね、で妹がいてみたいな、うん、で自分のこと見てない、うん、気づいてないみたいな、うん、で姉がいなくなったわーってなって書き込んでるところは見てるはず、ね、うん、ほんで、まあ、探し行ってる時、うん、自転車で街中を探し行くじゃないですか。自転車だったっけ。あ、自転車じゃなかったですか。普通に歩いて行ってるんですか。なんかそこに言及されてたって表現はなかったですよね。うん、そう、なんか俺の中では自転車でこうバッて行った描写で勝手に連想してたんで、うんうん、その時はついてこれたのかなとか。なるほど。そこで乗れるのであれば、物触れるのなら、うん、あれはその携帯で何かするとか、うん、スレッド書いてる時にいるよみたいなのとか、分かる、うん、あとは電話かけた時、うん、ブーブーって部屋で鳴ってて、うん、置いてある携帯は出れないのかとかね、なるよね、うん、なんか姉の意思がないんだよね、ね、うんうんうん、だからまあもうこれでなんか知り切れとんぼというか、姉の情報がないので帰ってきた後のあれなんですけど、うん、なんて言ったらいいんですかね。じゃあ姉も外に出るんだったら着替えればいいのにとか、うんうんうん、その一緒について回るときにパジャマで裸足のまま見つかってますからね、うん、ね、うん、自分があれ気づいてないなってなった段階で、うん、なんかもっと訴えてもいいんじゃないのかなって思って、うん、確かに、うん、まあ姉にあ妹に直接訴えるなり、まあ、それこそ携帯のメール打って、うんうん、私いる、今いるけどみたいな、うん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 、なんかちょっと姉の意思がふわっとしてるとついてくって言ってるのは何のためについてくのかなとか、うんうん、ちょっとツッコミどころがなんかあるなと思って、その意思はどこにあるんだと、これは
妹がこんなことありましたって書いてるから、うん、意思ないように感じるけど、うん、その最中、うん、姉は、うん、あれなんでみたいな、うんうん、で妹にねえねえってやってるけど、うん、え見えないのって言ってすごいテンパってて、うんうん、でなんか妹出てっちゃうから、うん、ついてくしかないみたいな、うん、それでずっとテンパってたんだけど、うん、でお母さん来てもお母さんにも見つからない、うん、私どうしちゃったんだろうでもうベンチ座って、うん、みんなが探してるのを見てたし、うん、でこれもなんていうんですか絶望感というか、うん、でもういいやってなった時とかに諦めてるというか、うんうんうん、お母さんが本当こんなとこにいたのって見つけるみたいな、うん、でなんかそっちの安堵感というか、うんうん、だからそんな詳しくその時の状況は聞けてなくて、うん、こうだったっていうことだけを聞いたみたいな状態、うん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 なのかなって思いましたね。なるほどね、優しい解釈だね。それ、うん、うん、まあ、あとはその姉としては肉体はあるじゃん普通に、うん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 、でもトイレから出てくるときは扉すり抜けてきたってことでしょ多分か、なんか気づいたら、うん、部屋元の部屋にいたっていう感じでしたね、うん、そこがさなんか霊体になってっていうわけでもないし、そうなんですよ、それだったら本体はトイレにいそうなそのまま、ね、そう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 気がするんすよね、うん、その幽体離脱とかだったら、そうそう、ね、確かにそれが不思議なのと、うん、やっぱりこの後の姉の証言欲しいっすよねっていう感じですよね、帰ってきてからの、うんうん、そうね、うん、まあここで終わっちゃってるからねこの話、その妹視点の話でしかない、からちょっとあれですけど、うん、姉の感じはちょっと分かんないですから ねそうだよね、うん、それこそ映画のさインターステラーみたいにさ、はい、なんかメッセージを、あれはなんかさ本棚からさ 本を落としてさ、うん、メッセージを伝えるみたいな、モールス信号かなんかだしね、なんだったか忘れたけどね、うん、なんかそうそう、なんかそういうことをしても良さそうなのになって思うんだよね、うんうん、でもまあ妹視点で書いてるっていうことを考えて妹が全く気づいてないと、うん、なんかそのことに触れてないっていうことは妹が全くなんか、うん、もしかしたらしてなかったってことね、それをそういうなんか行動を姉が起こしてただったら気づいてない、妹は気づいてないし、まあ、それこそ母親、両親も気づいてないし警察も気づいてないけど、もし何もしてないんだったら何も起こってないっていうことだもんね、うん、難しいっすよね、なんかこれって幽霊なのかっていうのもまたちょっとよくわからんし、うん、なんか例えば次の日から姉の性格が変わってたみたいなことがあったら、うん、なんかその妹についてあんたあそこをそういうルートで探してたでしょって言ってる時は、うん、その5を乗っ取った何かが霊体としてついてってて、うんうん、体自身は、まあ、自らどっかに、まあ、コントロールして隠れさせてというか、うん、っていう状態で、最後ベンチに座ってた時は完全に体も乗っ取って、うん、違う人格の姉があそこに座ってるみたいな、はいはいはい、みたいなことも考えれるなとも思うんですけど、でもその後日談があるなら話続きそうだなって思うんで、まあ、次の日もなんか普通の姉、うん、今まで通り、うん、まあ そうね、その瞬間だけ変なことが起きたっていう、うん、なんかさ、2人で、あ、3人で例えば飲食店に行って2人しか水を置かれんパターンの話とかあるじゃん、はい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 、あれのそれって一緒に行った側の話ってさ有名だけどさ、うん、それの店員さん側のさ話ってないじゃん、うん、これはなんかその店員さん側の話ってっぽいよね、言ったら見えないっていうのは、そうですね、うん、あれの状態なのかね、うーん、いやそうか、うん、だってそれもさ店員さんは見えてないわけじゃん、でもその一緒に行った人たちには見えてるじゃん、うんうん、なんかそれを俺はなんか思い出したというか、あ、うん、確かに店員さん側はどう見えてるのかなっていうのをこの話を読んで思ったね、うん、でもなんかこれ本当突然急にその瞬間になったみたいな、うーん、トイレをきっかけに、か姉の方の物語を聞いたらなんかパラレルみたいなところで、でもまあ妹見えてんだもんな、なんか誰もいないとかだったらさ、うん、あれだけど、もうみんなのこと見えてますから ね姉は、
なんか自分だったらなんかもっと行動を起こしすのになって思う。なんか気づいてよ気づいてよ的な的なその考えますよね。どうしたら動かしてみたりとか、どうしたら気づいてもらえるのかっていうのを考えてなんか行動すると思うけど、なんかその姉のこう、別にベンチに座らんでも別に家に中に家いればいいと思うし、ベンチに行く意味もわかんないし、なんかきっかけもわからんし、どっちのその何戻って消えるのもわからんし戻ってくるのもわからんし、きっかけがそうそう、ない。なんかトイレに行かんでもよかったのかなってなんか思うんですよね。あ、そうね、でも別に気づいたら部屋にいて、じゃなくて踏ん張って出て戻ってきたら私のこと見えてないでいいのに、なんか踏ん張ったらポンって気づいたらトイレ行ってないことになってて、私のことがみんな見えてないみたいな、なんかそこが一番なんか謎な。そうだよね、だからなんかこの無意識に体を動かされてるみたいなことなのかなってちょっと思ったんですよね、だから人格を乗っ取られるというか、なるほどね、確かにそれでもいいよね。それだったら多分人が変わってたりとかして何かがあるのを話すと思うんですよね、あの日から姉おかしいんですみたいな、ね、なんか、まあコメントを、まあ、まとめサイトなんでね僕が読んだのは、そこにあるコメントで、まあ、締めようかなっていう確かにって思ったことがあるんで、読みますね、はい、姉がいなくなった直後に2ちゃんにすれ立てようなんて思う時点でまともじゃないと、なるほどね、これまあまあそうですねっていう感じですし、だったらその後日なんかあったんならそれも立てろやっていうところではあるので、は確かにこのコメント確かになって思いましたね。そうね、でも当時は流行ってたからなんか書き込むネタ欲しいって思ってて、なんか起きたらすぐ書くみたいな人がいたかもしれないですよね、助けたりとかの前に。そうね、そうね、そっか、まあ如月駅だってそうだもんね、言ったらね。で今ほど情報も多くないから、と調べてどうこうよりかはそのネットの中で知ってる人に聞くのが早いみたいな文化があったかもしれないですし、そうか、2012年っていうと多分ツイッターできて1年ぐらいですかね、2年、2年ぐらい、いやちょっと分かんない。木村さんが去年だかにツイッター始めて11年ぐらいだったみたいなこと言ってたんで、多分そんぐらいだったかな。 Facebook、ミクシー、ツイッターぐらいの時。ミクシーって俺ら中学校からありますもんね。2011年って12年前か。ちょっと見てみるか。11年前。いつから始めてるってのわかるよね。20代なんで。2009年から始めてる。ああ、すごい。ツイッターは。じゃあもう3年経ってる。なんかにちゃん、まあ確かに2012年ぐらいからシャレコアはちょっと廃れてってるんですよね、シャレコアで言うと。だからまあ前世紀よりはちょい過ぎぐらいの感じなのかな、わかんないけど。でもこれビップスレっていうところだから大元がシャレコアじゃなくて、あ、そうなんだ。そう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 、それがシャレコアに転載されてみたいな、でまとめサイトに転載されてみたいな感じだから、まあ VIP はまだまだ全然全盛期だったのかもしれないですけどね。なんか腑に落ちん話だな。まあそうっすね、俺もまあ読んだ時になんでこれが人気なのかなと思いつつ読んで、なんか釣りにしてっていうか、創作の場合なんかもっと盛り上げたいから、ひねるというか、ことをしそうじゃないですか。確かに。で多分そういうのが流行ってたと思うし、だけどこれはそれがないからちょっとマジっぽさがあるというか。なるほど。それね、結構スレ住人も言ってるし、コメントも結構そういうのが、ちょっと
この間とか、うん、その書き込み量とかがリアルっぽいよね、うん、みたいな、うん、そこで人気が出たみたいなのがあるかもしれないですよね、もしかして。マジじゃないのこれみたいな。うん、なるほど。この尻切れトンボ感っていうか、うん、風にオチがないみたいな感じの終わり方もそうだし、しかも本当にこの後なんかあってこれはもう書き込んだらダメだぐらいのことが起きてて、うん、書き込んでないとかもなんか考えられるには考えられるのかなっていう、うんうん、確かにね。でこれ最初のうちもうすごいバカにされたりとか落とされたりとかっていうのをこの1書き込んだ人もここで経験したから、これ言ったらまたあれだみたいなので後日談は書かれてないだけみたいな、真相の真相みたいなのは書いてない、うんうん、けど実はなんかすごいいろいろ変化があった可能性はあるなとは、うん、でもなんかよく怖い話とかで、うん、行方不明になって警察に言ったとかでも全然動いてくれなくてみたいな、うん、パターンの話あるけど、実際はこんなすぐ動いてくれるんですねって思いました。警察ね、うん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 、探してくれたりね、うんうん、なんか ね変な事件の話とかだと捜索に願いだけ提出してあ、ね、終わったみたいな、うんうんうん、そんなイメージあるよ ね、でも確かになんか大人の家ではあんまり探されないっていう、うん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 、聞いたことあるもんね、うん、なんかすぐさま動いてくれてるっていう、うん、まあというちょっとなんて言ったらいいですかね、腑に落ちないじゃないですけど、後味が悪いとはまたちょっと違いますけど、うん、違うね、うん、釈然としない、うんうん、話ですでしたけど、まあ、でも人気なんすもんね、うん、まあまあそのチャンネルでね、うん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 、だけどね、まあという話をちょっと取り上げてみました、うん、いやでもまあなんかその余白がありすぎる分、うん、いろんな想像はできるなっていうところはありますね、うんうん、そうだね、うん、まあ概ねちょっと圭介が言った姉の行動パターンというか思考というか、うんうん、はちょっと読んだ時には思った、やっぱりそのもう絶望して公園でポカーンとしてるみたいな、姉もなんかアクションは起こしてたけど、うん、もうマジで何も気づいてもらえんのかなみたいな、うん、うん、でも公園裸足で出てきた服着て着替えてこんかったみたいな、うんうん、それぐらい焦ってちょっと待ってどこ行くのみたいな感じで出てきちゃったのか、うん、でも靴は履くだろうって思う、ね、っていうこと考えるとその物理的に何も触れんのかなとか、うんうん、たりもしたし、そうだね、うん、あと見つかった時の足とかの汚れとか、うん、本当に一緒に回ってたらその汚れは残ってるとかあるのか、うんうんうん、綺麗な状態なのか、うん、みたいなのもちょっとすごい気になる、気になるっすね。ということで、うんうん、もしその時の姉ですっていう人がいたら、その時の 状況をね、詳しく教えてほしいよね、うん、あんま言えんようだったら僕らメールフォーム も投稿フォームもありますんでね、うん、ですね、妹ですでもいいですし、うん、これ本人募集した時に来たことないんで、ないねないですよね、うん、なんかアブダクションされた説みたいなのもありそうですよね、なんか、うん、UFO みたいなのに実は連れ去られて、そういう記憶だけ入れさせられたみたいな、うん、なるほど、あ、いいね、ね、でいいベンチに座って返されたみたいな、うん、なんかケイスケのお客さんのバンドマンの子は車の運転途中でね、うん、寝ちゃっただかなんかで、それはね違うっすよ、あれですよ、普通に過去に自分が乗せられたことあるっていう、あ、そっち、あ、それか、うんうん、そっちはその人は自分が乗せられたことあって俺 UFO めっちゃ見るじゃんねみたいな、そうそう、でそのバンドの人らがその子サポートでのベースで入った子なんですけど、うんうん、その子が来てから、うん、ツアーでどっか行ったりとか、まあ、一緒にいる時めっちゃ UFO 見るようになったっていう、うんうんうん、で俺監視されてんだよねって言ってるみたいな、うん、でなんかレントゲンにチップみたいなのが入ってる写真を持ってて、はい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 、
触なんか肩だか首の辺の中にあって、うん、そこ触るとしこりみたいなちっちゃいのがここに入ってるっていう、うん、宇宙 GPS みたいなもんだよね、うんうん、多分場所が分かるみたいな、うん、それもめっちゃちっちゃいらしいんですけど、だから本当にしこりみたいな状態で、うんうんうん、あれなんかちゃんと硬い何かみたいなのが入ってるっていう、うん、俺最近ケツになんかできもんできたけどそれかや、違うと思いますよ。家庭ですか？家庭ですか？なんかたまにちょいちょいケツにできものできるよね。できるっす。うん。まあ多分 G 穴周辺なんで G なんですよ多分。ああそうなのかな。怖いなそれ。ケツ周辺できないですけどね。うちの親父とかは、はあ、もう産んじゃって、うん、その病院行ってなんか薬塗ってくれ。って言って濡らされたこととかありますけど、うんでもないだよね。おできおできみたいな、痛いんですか？痛い時もある。でも別に痛くない。その当たってないからかもしれない。あ、うん、ニキビみたいな感じなんですか？でも潰れないじゃんね。潰れてくれたら楽なのになって思うけど。潰そうとしたんですか？そりゃね。うん、そりゃね。だけど、うん、なんかあれかね、なんかたまにさ耳たぶにさなんか丸いしこりみたいなのできたりするじゃん。はい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 、うん、そういう感じなのかな。なかもしれないですね。ね、うん、なんかどうなんすかね。なんかたまに YouTube とかで見ちゃうさ、あの潰す、あのなんか潰して白い何かが出てくる粉瘤みたいなやつ、ね、あ、そう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 、うん、なんかそういうやつじゃないのかな。なんかね、なんかそれが多分ちょっと奥にあって、うん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 、人の指ぐらいじゃ潰れんよみたいな、はいはいはい、ぐらいなのかもしれないですけど、もうそうなったらさ、その袋みたいな、その白いものが取るしかないっていうですもんね。そうそう、袋を取るしかないから中身出しただけじゃダメって言いますよね。そうそう、もう手術だよ手術。やだ、怖いね。怖い怖い。でもアブダクションの方にかけます。埋め込まれた。いやでも自分が、うん、私が宇宙人だったら、うん、その部位に埋め込まれるのも、もうちょっと埋め込みやすい、ケツかってなる、ね、なるよね、うん、いやちょっと四つん這いになってもらってみたいな、うん、なんか首頭はちょっと分かるというか、めんどくさそうじゃん、ちょっと、うん、そうそうそう、座ってる間とかにさ、あんまりその人の意思がない状況の時に多分会議行われたと思いますよ、UFO の中でも。そういうことかね、まあ、宇宙人5人ぐらいで、こいつはケツだな、なったってことだね。こいつちょっと首じゃねえなって、うん、首じゃねえなって、うん、ケツだってなったってことだね。肩凝っとるし、首はかわいそうだと、うん、じゃあなんでその代わりがケツなの。そう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 。そう、他にもありそうなのになんか、うん、座り仕事だもんで、字と間違えるかなみたいな。でもそうしたら手術取られちゃう。取られちゃう。あとその亡くなることもあるんだよね、それ。そうっす。最近の話なんで。最近までなかったの。ああ、じゃあ最近やっぱ。されたばっかだ。そのそれね、埋め込まれたばっかかもしれない。あん時意識なかったもんな、俺。どん時だよ。された人みたいな言い方してるな。強い光がなんか来た気がする。ケツには入れんす。俺が宇宙人でもケツにはやらんす。でも逆にバレにくいかもしれないね、ケツ。ケツ、うん、でも違和感が出ちゃったらさ、そかそかそか、うん、違和感ないぐらいちっちゃかったらね。まあ確かに、うん、決済とかできんかな、電子決済とか。ケツでプリプリみたいな。俺の音違うじゃん。毎回でも店員さんにそれ差し出すのやだ。やだ。やだな。ちょっとすみません、服ズボン脱ぎます、ね。やべえ、なんか違う話でめちゃくちゃ膨らんだよ。で、この話になってからずっと言いたかったことあるんですけど、うん、インスタのストーリー見てるときに広告で、うん、耳の海とかを撮るゲームの CM みたいなの見たことある。ああ、あるあるある。あれ分かんない。もう最悪じゃないですかあれ。いや、俺と木村さんね、あの動画好きなのよ。粉瘤の。もう無理ですわ。うん、でもそれゲームだよね。2D のアプリのアニメの絵なんですけど。アニメの絵なんですけど。うん、前俺が言ってたよね、なんかアニメの見ちゃうみたいな。そうそう、TikTok でめっちゃ見るっていう、うんうん、あれのゲームになってるね。そうゲームになってて、そんなのあるんだ。巻き爪の爪を切ってとか。あ、はい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 。あとは、あんまり美意識高くない女性、毛
ケモクジャラの人が出てきて、うんうん、その脇を処理すると中になんかカスがあってみたいなのを取るみたいで、取ってくゲームなんですよ。綺麗にしてくる。そんなのあるんだね。めちゃくちゃもう気持ち悪いですよ。どこに需要あるんだと思いながら見てたってことね。だけどうちのおかんもそうなんですけど、うん、あの YouTube で撮るやつ見てたりするんですよ、うん、気持ちいいとか言って、うんうん、だからあのアプリも多分そのスポンってなるのが気持ちいいみたいなことなんですよ。そういうことなのかね。食事中に下品な話されて怒られるじゃないですか、うん、でも携帯とか食事中に見ないか、うん、あんま見ないかな、うん、でも食後でもいいし、うん、マジで気分悪くなるじゃないですか、あれ、そういうの見るとね、うんうん、で見ちゃうんですよ、ね、どんどん部位変わるんですよ。鼻になったり耳になったり足になったりして。でも結構なんかそういう広告ってなんかその人にカスタマイズしてさ、そうなんですよ、表示されてるような気がするんですよで見てない人にそれが表示される、いやむしろ逆に結構見ちゃうんですよ。それこそなんか耳の穴の中掃除しますとか、うんうんうん、あとはなんか鼻の中のなんか鼻水を、うん、見たことあるかも、一瞬それ、そうそう、鼻の中に管を入れて、うんうんうん、で鼻の中に溜まってる鼻水を吸いますみたいなやつとか、あのそれこそ、ま、巻き爪の爪をあの切ってみたいな動画とか、うん、結構見ちゃうんですよ、うん、でもそんな CM 表示されないですよね。マジっすか、うん、だからケイスケが、うん、携帯でゲームやってるってことじゃない。俺携帯ゲームもやってないですよ。なんかダウンロードしたとかさ、もうしてないです。だってゲームの広告じゃん。そうです、ゲームの広告。あ、でもあれっすよ、だからゲームの広告だったら、うん、なんて言ったらいいのかな、要はその時広告ってさ、あれお金払えば払うこと表示してくれるじゃん、うんうんうん、出す方としてもね、出す方として、うんうん、だからさ、うんと、まあ、でしかも多分ターゲットが何歳何歳から何歳の間とか結構細かく設定できるじゃないですか、うんね、でまあ、あんな世界的なゲームだもんでさ、うん、直近かまあ分からんけど、うん、例えば何かのアプリをダウンロードした、ゲームをダウンロードしたとか、うん、ゲーム系のそういう、うんうん、その日本のゲームじゃなくてその海外系のゲームをダウンロードしたとかぐらいでハマっちゃう条件になってるから、うん、ああなるほど、ね、そうそうそう、それに全然関連がなくても、うん、表示されるはされると思う。俺もそういう系のゲームダウンロードしてからそういう広告増えた。ああそうなんだ、うん、俺ねマジで、麻雀の話してた時あるじゃないですか、うん、あの時に撮ったジャンタマっていうアプリが、うん、多分ゲーム最後です俺撮ったの、ダウンロードする。あでも確かに私も携帯のゲームなんて全然やらんけどよく表示されるよ。なんかタワーディフェンスみたいな。あそうそう、そういうの、そういうの、多分枠があると思うんですよね。うん、枠、そのこの人にこれがみたいな、あとゲーム枠みたいな、うん、その PR の、うん、だってそれ以外も出るよね。そう、もともとはね一番目についてたのは、うん、あの一番最初は蜂が、うん、犬が蜂が見て、なんか丸だから線書いて、ああ見たことある、見たことある、うんうんうん、まずあれが一番目につくなって思ってて、うんうんうん、その次は、うん、ね、なんか勇者が、うん、塔みたいなのがいっぱい、あー分かるよ、数字が書いてあって、はい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 、見たことある、自分より弱いやつをどんどん倒してって、そうそうそう、あるあるある、あれが魚バージョンになったやつ、あー見たことある、はいはいはい、で、その次に見るようになったのは、うん、ボロボロの家で、うん、親子が震えてて、あーはいはいはい、見たことある、見たことある、あるあるある、うんうん、その次ぐらいが、うん、俺の中ではあの海とかが出てくるゲームになったんです。多分その枠なんだよ、もう次多分同じぐらい出してる広告費使ってる、うん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 、でも木村さんあんま見ないですもんね、見たことない、海のゲーム、そのうち出てくるかもしんない、うん、でも今もうその流れ終わって、最近はなんか走ってて、うん、いろんなパターンあるんですけど、うん、主人公が真ん中にいて、うん、こうどんどんゾンビとかが大量に攻めてくるんですけど、あそれを銃で、そう銃で撃って、うん、その間になんか赤いのと青色があって、はい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 、それを銃で撃つと、うん、プラス何発みたいなのが、最近それだわ、ね、それ最近それですよね、アップグレード、そのなんていうんですか、ここの狭い
うん、道路みたいなのが今ゲームの説明ゲームの説明しようとしてくれてる。そう、そこの中聞く聞く、うん、数字があって60だったら60、はいはい、で10があるんですよ、アップグレードの、うん、60発当てるとその10が手に入りますよみたいな、うん、じゃあ60と10がちょっとあそう、ちょっと今ちょっと分かりにくかったと思うんで、うん、マシンガンでいい、マシンガンでいいです、うんうんうんでどんどん敵を倒していくみたいな。そう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 、うんうんうん、でボスも倒すには、うん、何千って撃たないといけないんで、うんうん、ただそのまま画面越されるとも多分ゲームオーバーなんですよ、うん、みたいなのが、それがゾンビパターンと、はいはい、なんか勇者みたいなのでモンスターが来るやつのパターンもあるし、うん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 、っていうのが最近は多いですね。だから木村さんはもう結構前手前で止まってますよね。ねえ、止まってるね、うん、あ俺ね最近ねなんかそういう動画見たわ。動画、そのなんかその iPhone、 かまいたちさんの動画かもしれない。あ、かまいたちさんに対するアンサーの動画だったわ。なんか iPhone に詳しい人の動画で、かまいたちさんがなんかその自分が検索したものの、パソコンで、うん、そう検索したものの広告が iPhone で出るみたいな。だから iPhone 聞いてんじゃないかみたいな疑問を言って詳しい人答えてくださいみたいな、おう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 、なんかそれを検証するみたいな、詳しい人がっていうので、インスタに携帯2台用意して、何にもまっさらなやつでインスタだけ入れて、でこっちはなんかバリバリ検索したの、こっちは何にもしてないのみたいなので、それリンクしてるの、その携帯は？してないです。ああ、全く、ね、全く関係ないっていう。それでその入れたばっかのインスタのやつ、何も検索してない方でも、ゲームの PR 出てたわ。だから多分ゲーム枠っていうのが多分一番金払ってんじゃないかな。なるほどね、うん、最初から、うんうんうん、それでか。だって俺だと最近ちょっと請求書のひな形みたいなのダウンロードしたから、うん、請求書のなんか、なんかアプリみたいな未払いはお金にできますよみたいな、うんうん、あれめっちゃ出るよ、へ、うん、検索履歴からって、うん、でもすごいのが環境音も聞いてるらしくて、うん、僕の友達が結婚して、うん、なんかその炊飯器が欲しいって話してたんですって、うん、でそれは奥さんも旦那さんもその人と友達で3人でいる時に喋ってて、うん、で奥さんがその炊飯器を検索してるんですよ、うん、ってなってたらその旦那さんの方のおすすめにも炊飯器が出るようになったみたいな、うん、それが位置情報が一緒で一緒に生活してって分かってるからそうなのか、音を聞いて炊飯器炊飯器っていっぱい言ってたから、うん、たまたま炊飯器出てきたみたいな、うん、それだったら今もうこの3人このあと終わった後にさ、うんうんうん、炊飯器のさ広告出てこなきゃ辻褄合わへんやん、それじゃじゃあでもこれね、俺もう一個、あることがあって、トモ君と僕タバコやめたんですけど、ハマキ吸ったことないから、ハマキ吸いたいって話をしてたんですよ。うんうん、そうしたら、広告ハマキばっかになったんですよ。すげえ。やばいですよね。そのさ、かまいたちのさ検証動画はどうだったの？それは、ならんかったっす。その検索した方も、その CM みたいな出てこなかった。例えば、何々っていう音楽系の、アプリとか、音楽系のソフトとかいろいろ検索して音楽にまつわるものを、で音楽の関係する CM が出てきたら、検証結果合ってますみたいな、その、なんていうの、わかるよ、それ出てこなかったっす。じゃそのさ、パソコンで調べたやつが携帯で出てくるやつは、あの喋ったりとかして、その音楽にまつわるもの、喋、ったりとかして、あとボイスメモに残したりとか、いろいろやってみたけど、全然、じゃあ偶然だったってこと、それは、なんかその検証結果ではなりませんでしたっていう。でも今ケイスキが身をもって体感したのは、そうやってハマキって言ってたからハマキの広告が出てくるってことね。検索、まあ、でも検索もしてるからそれに限っては、まあなるほどね、そこは関係してるかもしれない。でもなんか都市伝説であるよね、ありますね、アレクサとかもさ、全部聞いてて、アレクサはなんか聞いてたみたいなのあるよね、ニュースになってましたよ ね、だからそれだったら絶対 iPhone だってその機能がさ、そのオープンじゃなくてクローズドでそういう機能があってもおかしくないよね、めっちゃなんか俺が働いてるお店オーナーが日本酒好きで、日本酒の旅みたいなのを休みの日に、今のお店オープンする前に、今日本酒のお店やってるんですけど、いろんなところで飲み行って、その古い居酒屋さんだったりとか行ってる時、奈良のあるお店に行って、
そこの人と喋ってたら、そこの人がちょっとオカルト系の話が好きみたいなので、うん、あ、うちの従業員であの YouTube やってる子いるんですよみたいな、ちょっと話が盛り上がって、ケイスケのこと、そうそうそう、うんうん、でオカルトラジオのことも話してみたいな、うん、でなんか俺一個めっちゃすごいネタあってみたいな、うん、そのお店の人が、はいはいはい、その居酒屋の近くに有名なお寺だかがあるんですって、うん、その奈良の、うん、でそこのお寺が実はみたいな話を、うん、あのこういうこれ本当に言っちゃダメなことでみたいな、うん、なんすけどみたいな、うん、まあ、お兄さんしかいないしとか言って、うんうんうん、で話そうとしてたら、うん、いきなりそのオーナーの iPhone がピンとSiriが反応して、うん、聞いていますよって言ってきたんですね。怖っ、怖い、オーナー怖い怖い怖いってなって、うん、オーナー怖いの嫌いなんで、うん、もういいですいいですとか言って、うん、結局聞かずに帰ってた、聞いてくれよそこ気になっとったわずっと、ね、いや聞いてくれよ、寺の名前も覚えてないです、おい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 そうですよ、そこ気になったわ、だからシリたちも聞いてる可能性あるっていう、ちょっとね、うん、俺もね最近ね、うん、うわそれすごいっすねっていう話があったわ、豊橋の人を出す時あるじゃないですか、たまにゲスト会で全然オカルト関係なく、うん、でダンサーの、うんうん、タークエストさんっていう人出てもらったじゃないですか、うんうん、あの人がその怖い話で話したその本坂トンネルでめちゃめちゃ行列を見たみたいな、はいはいはい、その時友達といたっていう、言ってた言ってた、出てたじゃないですか、うんうん、その友達と数年ぶりに連絡を取ったんですって、うん、でその連絡を取った理由が、うん、その友達ブリーダーやってるんですよ、うん、その猫の、うん、でそのブリーダーやってる時に YouTube めっちゃ流してるんですって、うんうん、ほんでたまたまその回の俺らのやつが、うん、別に豊橋も検索してないし、うん、オカルトも別に聞いてないし、うん、たまたまおすすめに上がって、まあ、次の動画みたいな、はい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 、たまたまそのゲストに出てくれた人の回が流れて、うんうんうん、あれこの話ってなって、うんうんうん、ええあこれあれじゃん、あの親の友達じゃんみたいな感じになって、うんうん、いやてか何あの話ってさみたいな感じで電話したんですって、ああ竹本さんに電話がかかってきたってことね、そう一緒にいた人がたまたま聞いたんですって、うん、はあ、それもすごくないですか、あ、ね、でもそれはなんかちょっとその豊橋の、うん、にいると位置情報で、豊橋の埼玉なんですよそのブリーダーが、あそうなんだ、なんだろう ねそれすごいね、それすごいと思って、確か消えたお姉ちゃんが住んでたの埼玉じゃなかったでしたっけ、でしたっけね、埼玉で二人暮らしじゃなくて、聞いたお姉ちゃんの話なんかしてました、ね、記憶がどんどん改ざんされてなかったことになってるのかな外出たらベンチに座ってますよ俺だって今日の俺短いの分かってたんだよこの話、うんうん、まあ、30分持てばいいなと思ったんですよ、うんうん、もう今1時間だったんだ20分で終わる話なんですよちなみになんですけど、もうすぐ12時回るじゃないですか、うん、今日うちの母親誕生日だったんですよ、おめでとうございます、ありがとうございます、ここ収録向かってくる時も消えてましたけどねいなかったんで、どういうことですか、いやずっと誕生日いや、なんとかつなげようと思ったんですけど無理だったんですけどおめでとうございますって言って終わりでいいかなと思ってたけど、うん、おーざーすってなって変な間になっちゃったんでなんとかしようと思ったんですけどね、今日もご機嫌だねいやいやいや全然ダメだったそうなんですよ、だから聞かれてるんですよ携帯は、うん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 、それ前提で、会話した方がいいですよ、もう AI に乗っ取られる、うん、だけど聞かれたところでって感じですよね、ね、まあ、そう使える情報が何一つないっていうそうだね、でも木村さんはラーメンのレシピパクられちゃうかもしれないですからね、あ、うん、まあでもね、なかなか AI に飲食店難しいよね、いや、まあ、例えばさ、ね、わかんないけど、うん、別に何、例えば税理士さんとかさ、うん、いや全然やったことないし免許もないし、うんうんうん、どれぐらい難しいことやってるかわかんないけど、うん、ああいうさ、なんか数字を
入力してそれを何かに従って出力するみたいな、うん、そういう仕事ってあるじゃないですか、うん、いやそういうのはなんとなくイメージで AI にとって変わられる可能性あるなってなんとなくわかるじゃん、うん、でもささすがにさ飲食店はさ AI がいくら発達しようがさ、うん、多分廃れない気がするんだよね。だってイコールそこにはさ AI のさパソコンの CPU だけじゃなくてさいろんなハードウェアがいるわ。それこそ ARM がいるとかさ、あなるほどそういうことですね。そういうなんていうのかハードウェアがいるじゃん、うんうんうん、何かを作り上げるには、うんうん、だから別にそこでレシピを盗まれたところでそれが AI にとって変わられることはないなと。だからオーナー不在店みたいなのができるかもしれないですよね。アルバイトだけで回せるっていうかレシピはこれですみたいな。そんなんいっぱいあるよそんな店は。だから完全 AI は無理ですけど、うんうん、なんかそのなんかレシピ究極のレシピみたいなのをパクられたら、うんうん、あでもな結局はなんかその日の舌だったりとかが必要になってくるっていうか聞かれてますもんねちょっとずつ。もう今あるさチェーン店なんかもうみんなそういうことだよね。そのなんかもう絶対的なレシピがあって、あまあまあ、まあサイゼリアとかさ、うねうんうん、もうなんていうそれに従えば別にいいもんで、別にそれはじゃない。もう今でも確かにそうなってるよっていうさ、ねうん、だからまあ飲食店はとりあえずはまだいいかなと。サービスは確かにね、そのな、うん、確かにその税理士とか計算でできるアドバイスとかは、うんうん、チャット GPT とかそれこそ、うん、もにもできそうだなっていう感じがしますね、うんまあ、それこそ友がやってるデザインとかさ、まあもうだってね絵もなんとなく取って代わられる可能性あるかなってなんとなくわかるじゃん、うんうんうんまあ、でも飲食店難しいだろうなと思って。あだって俺が前、まあ、今も使ってますけどたまに、うん、サイトは、うんうん、飲食店、うんゴージャスとか、うん、そういう感じでやるともう雰囲気その感じの結構いい感じのデザインのホームページできますか。あなるほどね。5個言葉入れるだけで OK みたいな。だからそういうサイバー空間の、うん、ウェブ上の何かとかさ、うんうん、なんか デジタルのとかはなんかどんどん変わっていくのかなって、まあ、確かにね確かに。でもねその話で言うとね、うん、だから将棋のあの話をなんか聞いててさ、うん例えば人間と AI どっちが強いんですかみたいな話あるじゃん。うん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 、もう今はもう完全に AI の方が強いなって、うんうんうん。最近だって事件ありましたもんね。あ事件っていうかなんか将棋だったかチェスだったかちょっと忘れちゃったっすけど、うん、あでも日本なんで多分将棋だと思うんですけど。あ高校生かなんか、そう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 、チェスの一、ね、優勝した子が AI 使ってやってたみたいな、ね、剥奪みたいな、ね、トイレにこもって その間になんかその AI の将棋のね、うん、ソフトでみたいな次指す手を決めてたみたいな話だよね。トイレの回数がおかしいみたいな感じでバレたみたいな。へ、そうそう。ほんでさ、うん、あと羽生さんとかさ、うん、将棋で超有名な方いるじゃん、うん、めっちゃ強い、うん、で、まあ、その人も言ってんだよ、まあ、AI の方が確実に強いですって、うん、まあでもそれはといやだからじゃあ別に人間将棋やなくていいじゃんっていうわけじゃなくて、うんうんうん、その人間がこう思いつかない手を AI が考えてくれると、うん、でそれをまあ学ぶことによって自分が強くなるんだったら、まあ、それは AI のなんていうのパートナーとして付き合っていけばいいんじゃないのって、その新たな手を生み出すためのパートナー、うん、自分では考えつかないけど、うん、うん、そういう共存していけばいいんじゃないって言ってて、うんうん、ああまあそうだよなって。別になんていうの対立するもんじゃないっていうか、その AI が、うんうん、共存していくもんだと思うんですよねみたいな話してて、うんうんうん、そうだよなって。俺の好きな漫画家さんのチャンネルの漫画家さんも同じようなこと言ってました、うん、おーそう、その AI にとって変わられるみたいなイラストなんか特に、うん、って言ってるけど、まあ、うん、そういう技術今なんて全く使わなくなったアナログの技術とかもいくらでもあるし、あるよね、
まあそういう風に変わるのはもうしょうがないことね、しょうがないよね。だからまあそれとうまく付き合っていけばいいんじゃないみたいな感じでしたね。うん、うん、そうそう。だから別になんか脅威っていうわけじゃなくて、まあ道具の一つとして捉えれば、うん、よくあるよね。なんかツイッターとかでもさ、そのAI 絵師みたいな人のさ、うんうん、話とかなんかさ炎上とかしたりとかしてるけどさ、まあなんか本当に極端に言っちゃえば極端だけど、まあ本当まあうまく付き合っていけば、うん、でもなんか、ね、より便利になっていくのかなって。あの AI 絵師の人の学習のさせ方はすごいなと思いますけどね。やっぱなんか素人が同じ条件っていうか、うん、あのそのソフトを使っても、うん、なんかねそれっぽいのはできるけど、うん、その紙絵師 AI 紙絵師みたいな、うん、ちゃんとしたやつはできんみたいな。あ、まあでもそれ言ったらさ、うん、検索エンジンの使い方だってさ、あ、まあそうですね、上手い人と下手な人もいるじゃん、うん、まあそれと同じだよね、うん、だから、うん、なんかその、まあ、使う人次第っていうのもね、うん、うん、だからその広告の話もそうですけど、まだ成り立てだから、え、聞いてんじゃん怖っみたいな、うん、まだこっちも順応できてないというか、うんうんうん、だから気味悪いみたいな風に思うんですけど、うん、ただただめちゃくちゃ便利ですよね。本当だ ね普通に、うん、そうだよ、聞いててくれて、うん、役に立つものを出してくれるなら、うん、ただ俺はあの気持ち悪いゲームの広告はマジで許さない、まあまあ、でもよかったね終わってそうなんですよ、最近変わったんでね、うん、そうか、見たかったなやそれまあ出てくるかもしれないね、かもしれないですね、私のとこにもね、うん、俺だってあのアップルもさ最近あのあったじゃん、うんと WWDC っていう発表会、あアップルの発表会、発表会、うん、あったあった。でビジョンプロっていう、まあ、ゴーグルの、あー VR ゴーグルね、決して VR とは使わないってやつね、うんうんうん、あその発表会で一言も VR とは言ってないっていうさ、うん、まだあんなでけえんだって思ったもんな。あ、なるほどね、あ、まだメガネタイプじゃないんだなみたいな。そうね、うん、で50万円とかでしょ、うん、そう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 、最低45とかぐらいでしたね、確かに。厳しいよね、うん、まだまだ技術はね、ねえ、だからなんかこれからあと10年後とかに来たいとか、なんか、うん、まあコンタクトに入れるっていう話ももうできてます。あるよね、へー、うん、その AR の方か、うん、VR、拡張現実の方、うん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 、いろいろ発展しますよね。そのうちあれだよね、ひょっとしてなんか我々3人が話してると思いきや、もうひょっとしたら AI が3人のなんか会話してるかもしれない。いつの間にか切り替わってるかもしれない。もう学習してですよね、うんうんうん、あ、実はもうこれがこれもなってるなってる。でも最初に考えた設定は架空のラジオで誰がやってるか分かんないっていう設定でしたから、うん、僕らのラジオも、うんうんうん、設定上は誰がやってるか分かんないんですよ、うんうん、ね、ですよね、その設定通りですよね、そうそう、ですよ、ね、イベント来た人いますけどねイベントなんてやってたんですかあれ消えましたか、トイレにトイレに行きましたかうん、そのうち取って変わるかもしれないね、いつの間にかね、うんうん、確かにそういうあれが来るかもしれない、うんうん、時代が、うん、まあ楽しみだ、まあね、まあ、私が生きてる間にそうなるかどうかね、まあそうですね、うん、僕らだって分かんないですからね、分かんないです ね確かに、うん、今チャット GPT を、うん、例えばもう紙調教して、うんうん、AI ラジオみたいなチャンネルとかやる、そのうちあるかもしれないですね。まあ、あるかもしれない、全然あるでしょう ね、うん、だってテキスト読み上げるソフトはだってあるじゃん、あるから、うん、だから全然できないことはないと思う、うん、え、なんか昔都市伝説でなかったでしたっけ、人工知能同士を喋らせて、うん、ああ、なんかあったぞ、ね、なんだっけそれ、なんかあったぞ、人が必要ないみたいな話になっていくみたいな話、なんかあったあったあった、うん、あったあった、あった、ね、なんか聞いたことあるそれ、都市伝説なんかね、なんか聞いたことあるな、だからそれをやめさせたみたいな、うん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 、うん、なんかそんな話あった、うん、あったあったあった、うん、いや それで言ったら、はい、そのさっきの将棋の話に戻るんだけど、はい、なんかあの AI 同士で戦わせるんだって、うん、うん、うん、そうそう、ほんで、うん、あので、一番いい手を探っていくみたいな方法らしくて、うん、でさらにあのなんか昔は人間の打つ手を入力して
なんかなんとかの形みたいなのあるじゃん、そういうのを入力して戦わせたんだけど、でもそれも人間が対局する数とは到底比にならんぐらい、人間が人生で打てる将棋の数のもう何百倍みたいな、何千倍みたいな数の対局ができるみたいな、でそれで学ばせた、AI とか機械、でそれとなんか AI の機械戦わせてみたいな、でさらにその時代が終わるとなんかもうねゼロから、あの一応ルールみたいなものは教えるけど、そういう人間が一切加わらない、対局をさせるんだって、もうそれもなんか、何十万みたいな数、それでなんか最善の手をあの考えていくんだけど、なんかそれが最強だって言われてたけど、なんかそれをさらになんか上回るみたいなやつが出てきて、でそれをコンピューター同士また戦わせるんだって、もうよくわかんないレベルのなんか戦いになってるらしくて、いやもうそれは人間勝ちませんよねみたいな、なんかもうに全部機械が対局するの、人間の手は一切入れずに、なんかとんでもない思いつかない手が生まれるらしいですよ、でそれを人間が覚えて実際の将棋で使うみたいな、みたいなね、まあまあだって言ったらインフレすげえなと思って、実際にその高校生学生のやつは実際 AI の手を使ってたわけですからね、まあそうね、そうね、そのうちなんか将棋の駒発射しそうじゃない、発射AI からバーンっつってコンピューターからもう相手倒す暴走してすごいとこ行っちゃうねなんかね、なんか漫画で見たもん、なんかその AI のスプリンクラー、AI 搭載のスプリンクラーみたいなので、その水圧をもうなんていうんですか、もう鉄とかも切れるぐらいの水圧にして打ち出して人を殺していくみたいな、AI が暴走してみたいな、怖いね、殺人スプリンクラー、だから多分そのうちコマ発射するっすそういうことね、新しいゲームとかもできそうですよね、その AI 同士が考えた将棋をもとに、ちょっとなるほどね、あの何でしたっけ、ハンターハンターの軍記とかもちょっとそういう感じみたいな、なんか違うゲームができてそれおもろいみたいな、ブームも AI が作っていくみたいな、確かに、戦争も AI になりそうだしね、無人機だけでさ戦って、そうか、まあ、可能性はね、ありますね、この話誰もがえって思ったと思う、嘘でしょってなったちょっと余分なこと喋りすぎたなと、間違いないです、ね、どこまでカットされてるか分からない、おそらく多分全部使ってる、はい、ということでまた2ちゃんのシリーズもやっていこうかなって、思っておりますので、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。また後ほど。